はい、時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は一般社団法人異性間コミュニケーション協会代表理事の佐藤律子さんにお越しいただきました。佐藤さん、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、佐藤さんは、今メディアからもかなり注目されて、はいはい、おかげさまで、はい、全国飛び回っていらっしゃいますけど、はいはい、これまで5冊の書籍を出版されたり、であと佐藤さんが考案された異性間コミュニケーション講座の受講生っていうのも、もうこれまで延べ3万人も超えて、であと女性雑誌の女性自身とかゼクシーとかアンアンとかにも取材掲載されていらっしゃるし、今やテレビの番組の監修をされたりとか、あとご出演されたりということで、大活躍されてるんですけど、はい、実際に今お仕事とか、はい、教会の方も、あるんですけど、そのどういう活動もされてるということで、自己紹介しながら、はいはい、ご紹介していただけたらと思います。はい、私は1972年に宮城県で、はい、誕生しまして、はい、それでもともと普通の建設機械会社の OL さんをやってたんです。ほうほう、はい、経理事務っていう仕事をしてたんですけれども、はい、まあ向いてなくてですね、ダメ社員だったんですけどでそこで初めて友人の結婚式に呼ばれて、生まれて初めて結婚式っていうものをこう経験したんですね、はい、そしたらこんなすごい素敵な仕事がこの世にあったんだっていうふうに驚きまして、はい、そのままその結婚式に参列した月にそのまま転職をして結婚式場に勤めました。でそこで、そこに結婚式の仕事した途端すごく仕事ができる子になりまして、はい、いわゆる天から授かった職って書く転職だったと思うんですけど、はい、でそこで、たくさんスキルを身につけて、東京ですごく流行っていた、かつて、はい、ちょうど2000年ぐらいなんですけど、はい、時をするとミレニアムコンといってすごく盛り上がった時期があって、はい、その時に仙台で初めてのレストランウェディングっていうものを私がやらせていただいて、はい、ものすごい爆発的ヒットをしたんですね、はいはい、でほとんどの仙台のイケてるカップルは、はい、レストランウェディングをするっていう感じ、予約がすごく殺到するっていう経験をさせていただいて、で私は超キャリアウーマンなんだわってこう勘違いをしまして、はい、でそこで調子に乗って起業しました。2001年に。なるほど。で今はその会社を経営されてるということですね。はい、なんていう会社？アートセレモニーという公演とかイベントとかを運営する会社をやってます、はい、もちろんその中にも結婚式もありますし、はい、一般企業さんの周年記念イベントだったり、まあ、そう固いものから、はい、あと誰かの出版記念イベントとか、はい、いろいろ、あと自治体の婚活イベントとか、ほう、手広くそっちもやらせていただいてます。かなり範囲が広いですね。そうですね。でイベントの他にその今ご紹介いただいて一般社団法人異性間コミュニケーション協会っていうのを作って、はい、うん、その教育ビジネスの方もやってます。なるほど。はい、ビジネスとか、まあ、教会の方でも多岐にわたってのご活躍されてるんですけど、今の活躍につながったご自身の転換期って振り返ってみてどこにあると思います？はい、先ほどの起業しましてってお話ししたんですけども、はい、それは私が起業したかったわけではなく、はい、結婚がきっかけなんですね、はい、でその当時私がウェディングですごくお世話になってた、まあ、先輩が、うん、今の夫なんですけれども、はい、その夫が一緒にやらないかみたいな感じで、はい、一緒にやるというか、うん、セレブ社長夫人にしてあげるよみたいなプロポーズというか、そういうことを言われて、あ、社長、私その時無知だったので、社長って全員お金持ちだと思っていたので、はい、うん、社長夫人ってセレブな奥さんっていう感じで、はい、
雑誌に出てくるみたいなイメージで、はいはい、あそういう人生もいいかなと思って、うん結婚したらすぐに妊娠しまして、はい、だから結婚出産企業が全部一緒だったんです。すごくおめでたいのが続いたんです ね, ですねところが、うん、その張り切って起業したものの、はい、あの全然うまくいかなくて、で、まあ、異性間コミュニケーションっていうのは男女の違いとかやるんですけども、はい、いわゆる男性って社会性の動物というか、うん、社会的な活躍が自分のこう価値に直結するんですけど、うん、それがやっぱり夫がそのうまく事業がいかなかったっていうことで大きく傷ついて、うん、いわゆるうつ病のような状態になり、はい、働けなくなってしまったんですね。で私お腹大きいですし、はい、あれセレブの草になる予定がどうしたんだろうと思ったんですけどもお腹に子供さんがいらっしゃる段階で、はい、いる時にもうそんな風になったので、だからそれでどんどんあのお金もなくなるし、うん、このままで私ちょっと大変なことになるなというので、うん、出産してすぐに、はい、じゃあ私がやるということで、はい、私がその仕事をやってみようということになったら、はい、まあまあ、時間は少しかかりましたけど、うん、軌道に乗りまして、お、はい、その時あの全く未経験じゃないですか。未経験だしご主人の方はそれでなるつもりもないし、はい、ね、そうですそうです。その時どういうふうにあの切り盛りしていったんですか。はい、まずあのウェディングプロデュースっていう仕事をやったんですけど、ちょうどその時少子化とかいろいろ始まって需要がなくなってタイミングだったんですね。だからあともともと大企業に私もですけど、はい、夫も勤めてたので、うん、大企業のやり方で起業してしまったんですよ。なるほど。で中小と大企業とやり方、はい、今は全然違うと分かりますけど、当時無知だったので分からず、はい、とにかく広告すごいお金使ったりとか、うん、そんなことばっかり桁が違いそうですねそうして結局ダメだったっていうこともあり、じゃあちゃんとなんか勉強も少ししながら、はい、うん、まずはあの専門学校、ブライダル系の専門学校の講師になったんです私、はい、その結婚式の仕事だったら教えられるので、うん、高校卒業した、子どもたちに教えるっていう仕事をして、そうしたら講師の肩書きが手に入ったので、うん、そこから、まあ、営業というかウェディングの仕事ができますので、うん、お手伝いできますよっていうので、いろんな式場さんとかに行ったら少しずつご仕事がもらえるようになって、で、はい、で最終的にはプロデュース業は控えて、うん、うちであのお客さんを集客して結婚式場さんにお客さんをご紹介するっていう結婚式場紹介業の方に転換したんですね、はい、そっちが当たったんですよ。すごくバス2台ぐらい連ねて、はい、いろんな結婚式場の、ブライダルフェアをこうぐるっとこう回って、はい、あツアーみたいな感じですか、はい、でそこで決定して、その紹介手数料をもらうようなビジネスをしてたら、うん、そこが結構うまくいった感じです。なるほど、はい、それはやっぱり女性ならではというか、まあ活動しながらそのニーズを拾い上げていったっていうところなんですかね。そうですね、結婚式のことだったらすごく詳しいっていうのは私も夫もそうだったので、うんうんうん、その式場にお勤めのプランナーさんよりも下手すると詳しいっていうのがあるので、はい、あなたそのカップルの方に、うん、あなたに合う式場はここだと思うよっていうのを客観的な視点で、あと余計なものを売りつけられるものなので、結婚式というのはこれいらないと思うよとか、そういうアドバイス、見積もりを無料で診断するとか、そういうのとかもしてました。これ結婚される方からしたらすごい、はい、そうですね、心強いですよね。コストダウンにもなるし、自分にぴったりのところも見つけられるし、はい、そういうアドバイスみたいなのが仕事としてうまくいきました。なるほど、うん、その後もう順調にそのまま伸びていったんですか。そこはすごく伸びて非常に忙しくなりましたね、はい、あとは婚活の仕事も、はい、そのイベント系はもうやり始めてたので、うん、婚活イベントとかもあのうまく結構楽しお客さんもたくさん来てくれて、はい、一番いい時代を迎えたのが、うん、まあ、2010年とかそのぐらいでしょうね。なるほど、はいはい、でそのすごくうまくいってるビジネス形態から、うん、今の異性間コミュニケーションっていうのにシフトしていくっていうのは何かきっかけってあったんですか、はい、それはですね、はい、皆さんもよくご存知だと思うんですけども、はい、東日本大震災っていうのがありまして、はい、で私あの自己紹介でさっき宮城って言ったんですけど、はい、直撃されたわけですよね。でちょうどその 3.11 の、ね、になって、うん、でそこでもう全部がガラッと変わってしまったというか、はい、この地震が
て仕事の形態もまあ変わっていくわけですね。そうですね、やっぱり生きるか死ぬかっていう状態になると、はい、一番いらない仕事がそういう私たちのような仕事を結婚式とかやってる場合じゃないですからね。あと、はい、式場も全部破損してしまってるし、はい、ライフラインも止まってるので全部キャンセルになって、うん、で4ヶ月間売り上げゼロっていう状態になりました。そこからまたシフトしていかれると思うんですけど、すごい大きい転換期なんですけど、はい、じゃあここでですね一旦 CM に入って、その地震をきっかけにビジネスのスタイルを、はい、転換されていくその時の話をまた CM の後一旦、はい、CM を一旦入れてその後聞かせてください。はい、分かりました。よろしくお願いします。はい、の幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、ゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。はい、繁栄軍師純也の人生好転ラジオ後半です。前半では、2回目のターニングポイント、地震っていうことが、はい、お話になったんですが、これまでやってたお仕事が、ストップして、強制的に転換せざるを得なくなってきたっていうお話をちょっとされてたんですが、はい、実際にその時はどういう感じだったんですか？その時はですね、はい、まあ、基本情報がないんですよ。テレビが映らないので、はい、とか、 なんかラジオしか情報がない時に、うん、世の中の方は津波の映像とかすごく見てたと思うんですけど、うん、実際私たちは見てないんですよ。2ヶ月見てないんです、実はその映像とか、はい、で私住まいが、うん、会社は仙台なんですけど、住まいがそこがちょっと離れて、港町の塩釜っていうのに住んでて、はい、そこを津波でやっぱりやられて、うん、私は高台に住んでたのでそういう難は逃れたんですけど、はい、携帯繋がらないじゃないですか、はい、だからそのいわゆる他県にいる私の友人たちが、うん、もしかしたらもう亡くなってるかもしれないっていうので、うん、すごい連絡を実はよこしてくれてたんですけど、はい、その安否確認もすごくね、皆さんにそのいただいたりとかして、うん、で、まあ、復興の方に向かっていくんですけど、うん、だけど仕事がやっぱりそのどうしても戻ってこないんじゃないかなって思ったんですけど、うん、その時にやっぱり絆っていう言葉がすごく世の中流行りまして、はい、で結婚式は復活は遂げたんですけど、でもいわゆる小さい結婚式というか、はい、2人っきりだったりとかご両親のみだったりっていう、うん、少人数、ね、そうですそうです、少人数ばかりで、はい、いわゆる一緒にその時にたまたまお付き合いしていた人とこの人が運命の人なんじゃないかって思いやすい環境、地震っていうことがあってですね、そうです、一緒に乗り越えるみたいなことで、なんか付き合いが浅いカップルも深まってるカップルも関係なしにどんどんみんな結婚してしまったんですね、うん、だけどその数は多いけどお金にならないっていうのを繰り返して、うん、でこのままだともう潰れちゃうというかダメになっちゃうんじゃないのかなっていうことで、うん、婚活のイベントは継続してやっていたんですけど、はい、実際にその1年半ぐらいでその、うん、ちっちゃな結婚式需要もピタッとストップして全くお客さんが入らなくなった。もう全く来なくなったんですか？全く来なくなったんですね。でそこでもうそうですよ、本当にやばいというので、うん、あれですね、婚活イベントの方に集中しようと思って、はい、そこの成果を上げて、うん、自治体さんからいっぱい仕事をいただけるようにしようと思った時に、もともとやってたんですけど、セミナービジネスというかその教育の方で、うん、
カップルになるために、うん、いわゆるイベントを開催する直前にですね、はい、男性ってこうですよ、女性ってこうですよっていう、うん、いわゆる知識を、はい、会話はこうするといいとか、おレクチャーがあるんですね、身だしなみはこうがいいみたいなことを、まあ、30分ぐらい男女にそれぞれお話しすると、うん、ものすごくカップルになる率が上がるんですよ。なるほど、はい、で普通に引き合わせると、うん、女性は男性がお金持ってる持ってないとか、うん、いい会社に勤めてるかどうか、イケメンかどうかのみで選ぼうとするんですね、うんうんうん、それしか情報がないから、はい、で男性は女性が可愛いか可愛くないかとか、うん、若いか若くないかのみで選ぶので すごい浅い情報ですねだから偏るんですよ、どうしてもモテること全然ダメな人ってすると、はい、うん、率は下がりますよね、うん、カップルになるって、ね、だけどそういう事前レクチャーをすることによって相手の人間性を見ることができるようになるんですね、うん、はい、となると自分に合う人はこういう人かなっていうので、うん、ちゃんとばらけるんですよ。なるほど、選ぶ人が、はい、で結果6割ぐらいのカップル率っていうのができるようになって、かなり高いですね、かなり高い、一般普通は 20-30% と言われてるんですけど、はい、でそれがやっぱり同じお金を出して依頼をするのであれば、うん、20% しか出さない、講師っていうかね、その人よりも 60% の人の方を選ぶものですよね、はい、やっぱ結果主義だと、はい、だとやっぱそういうことでお仕事をたくさんいただけるようになって、うん、なんとか復活というか、はい、そっちの方の事業で伸びていくことができたっていうのがありますね。なるほど、うんうん、でそれはもうその事業自体はその、人数が、要は結婚する方が減って、はい、圧倒的に人数が減ったじゃないですか、はい、そうです、やっぱりその地元から、全国にやっていくっていうのもあるんですか、うん、ですね、はい、もともとその婚活は宮城でやってたんですけど、はい、それが自治体さんの口コミがちょっと起きまして、うん、はい、佐藤先生はいっぱいカップル作れるよっていうのがなって、東北にまず広がって、うん、東北の、各県から依頼が来るようになって、はい、でその後にじゃあちょっと東京に行ってみようかということになって、うん、東京にも事務所というか拠点を置いたら、はい、全国にそこの拠点に置いたことをきっかけに認知度が上がったっていう感じですね、はい、なるほど、うん、これその頃からですか、本とか書き始めたっていうのは。そうですね、うん、本を書いた、そうですね、2016年ですね、が一番最初でしたね、一番最初書いて、はい、でそれ婚活本だったんですけども、うん、これが結構ヒット2万部ぐらい行きまして、うん、でその後その婚活だけではなくて、うちに性感コミュニケーションっていうのは、はい、その後に、パートナーシップ、やっぱり結婚した後の相談も多かったっていうのもあって、うん、パートナーシップの男女間についてもコンテンツを作って、うん、でその後に、ビジネスっていうのも作ったんですけど、はい、結局パートナーシップ作った時に感じたのは、はい、ご家庭でその旦那さんが奥さんと話す時間って、うんうん、1日はすごい少ないじゃないですか、はい、朝1時間、はい、夜3時間ぐらいで、はい、でもその間の8時間って会社の女の人と一緒にいるわけですよね、はい、圧倒的にそっちの方が長いですよね、そうですね、ってことは今まで考えてなかったそうですね、だからそことのコミュニケーションがうまくいかないと辛いじゃないですか、はい、確かにそうですね、なのでそこも解決するといいんだろうなっていうので、最後にビジネスコンテンツを作ったら企業さんに割と受けがよくて、で女性の部下の取り扱いが分かんないとか、はい、ね、あと若者の何考えても分かんないとか、そういう人たちの摩擦を少なくするっていうコンテンツができて、ビジネス本も出すことができたので、はい、今は婚活と、はい、パートナーシップとビジネスっていう3本立ての、はい、まあ、研修事業を中心にやるようになりました。なるほど、うん、ご活躍の中で、テレビの、はいはい、プロフィールをネットで見させてもらうと、はい、監修とかもされてるんですけど、はい、しますね、その本の影響で、本でやっぱりね、はい、本でディレクターさんが見つけてくださって、はい、でそこで恋愛偏差値テストっていうのをすごい頼まれるんですけどそういうのを作るっていう係をよくやってます。乃木坂でしたっけ、乃木坂46の全部のその全部っていうか、そこのメインの女の子たちのアンケートを書いてもらって、はい、うん、でその子たちの恋愛力っていうのを査定してランキング
つけまして、でそれを司会がバナナマンさんだったんですけど、が面白くいじってくれるっていうので結構盛り上がりましたね、2週にわたって放送していただいて、はい、結構そのファンの人たちからも好評だったみたいです、はい、ですよね、うん、このなかなかその心臓心理っていうか ね奥の方まで見れないところがね、はい、あの表に上がってくるっていうのはすごく面白いですよね。あの何でした、僕ね佐藤さん の YouTube の方も、はいはい、あのチャンネル登録させてもらったんですけど、はい、その中でも、まあ、今回ちょっ と何気にあの異性間、はい、あのコミュニケーションって言ってあのお伝えしてるんですけど、耳に聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけど、あの異性間コミュニケーションってそもそも何ですか？これ私が勝手につけた名前なので、はい、あの男女間のっていうとあまりにもありすぎて、はい、埋没してしまうと思ったので、うん、異性間コミュニケーションっていう名前をつけて商標登録も取りまして、うんうん、で最初はねあの天体の仕事だと思われたんです。あ、異性間なるほど、そうそう、星のやつだなのってずいぶん言われたんですけど、はい、やっと最近は男女間のことらしいっていうのをうっすらと皆さん認識し始めてはくださってて、はい、だからまあその異性間にしてよかったなと思うのは、今って LGBT っていうことで、はい、いろんなそのマイノリティの方々もいらっしゃるじゃないですか、はい、そこであの男女間っていうふうに言っちゃうと限定されるけど、異性間だとそこも広げられて、はい、実は私のアートセレモニーの方の事業では LGBT 結婚式っていうのも実は取り扱っていて、異性間コミュニケーションっていうのをやってるからこそ、そっちの方のもあのやれるっていうことで、はい、うん、反響はいただいてたりします。なるほど、うん、確かにその男女間に限定しないと今はねあの、はい、すごく複雑になってきてますからね、性に対する考え方もですね、うんうん、あのすごく、まあ、テレビに雑誌に、はい、すごく多岐にわたって、ご活躍なんですけど、はい、あのお時間がまあ差し迫ってきてるんですけど、はい、今後ですね、どういうふうな活動につなげていきたいですか？今後はですね、はい、今の異性間コミュニケーションの協会で、はい、あの認定講師という、うん、あの私の、ま、お弟子さんというかその分身みたいな、はい、方々が40人ぐらいいらっしゃって、でいろんなところで異性間を伝えていただいてるんですね、うん、はい、で目標100人なんですよ、はい、なのでそこをまずきっちり100人の認定講師さんを作るっていうのを、うん、今年来年の目標にして、はい、全国にすごくもっと認知度を上げて、うん、皆さんが男女間でストレスのない世の中を、うんうん、作れたらいいなっていうふうに思ってます、うん、確かにこれだけニーズがあるんで、はい、佐藤さんだけではもう到底ね、もう回れないですよね、はい、あの企業からすると、まあ、僕もあの経営者さんからいろいろ話聞くのが、はい、もう若い子の考えてることが分かんないとか、ね、伝えてるのに伝わらないとか、そうですね、でそれはやっぱり、下、異性間のものだったり、うん、もしかしたら先ほどちょっとね、はい、打ち合わせの時に話したあの世代間のも、そうですね、踏まえるとそのコミュニケーションっていうのをより密になって、うん、理解するっていうね、うん、あのことが深まっていくのかって思うと、やっぱお弟子さんがね、はい、どんどん企業さんの間に入って、はい、あのコミュニケーションを密にしていくっていうね、うん、あの間を取り持つ役割っていうのはすごく重要になってくるかなと思いますけど、はい、異性間コミュニケーションで検索していただくとホームページに、はい、こうなったら講師になれますよと書いてありますので興味のある方はぜひお問い合わせください。コースになるわけですね、はいはい、であとはあれですか、佐藤さんの情報っていうのはキーワードがお名前とか、あと先ほどの会社名とかですね、はい、で異性間ということですね、はい、であとあの僕の、まあ今お聞きの皆さんはあの YouTube 専用チャンネルの方でも、佐藤さんに関する、リンクをあの貼っていきますので、そちらの方から Facebook、まあ、その他の SNS ホームページとか、あと YouTube チャンネルの方のもあの記載していきますので、ぜひぜひそちらの方から佐藤さんの方につながっていって、もし夫婦間また会社の中で、お悩みの方なんかは、そこを起点にまた解決の糸口を探っていただけたらなと思いますので、本日はどうもあのお忙しい中来てくださってありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、またさらの
ご活躍楽しみにしています。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。